台北、台湾の有形日没の数分前の太陽、サウジアラビア、リアドでの日の入り日没とは太陽系の自転する惑星や衛星において1日に1回太陽が地平線の下に沈む現象である。日の入りとも言う。本校では断りのない限り地球の時点によって起こる地球での日没について述べる。日没時刻は太陽の縁が 西の地平線の下に沈んだ瞬間として定義される。大気による日光の反射により、沈みゆく太陽の光線の経路は、地平線付近で大きく曲がるため、実際の日没はおおよそ太陽の直径分だけ。日没は、太陽が地平線か、約1.8度の時に起こり、空が暗くなり始める白母とは異なる。日没と白母の時間を合わせて、黄昏と呼ぶ。 日没時刻は観測者の緯度、経度、高度により、さらには一年を通じて変化する。毎日の小さな変化や季節ごとの変化は、地軸の傾き、地球の時点、光点月の影響等のためである。北半球では、夏季には昼が長くなり、下死の日が日没時刻は最も遅くなる。最も遅い日没は6月21日頃の下死の、 日に起こるわけではなく、6月下旬から7月上旬になる。日没が最も遅い日は、正確には観測者の井戸に依存する。同様に、日没が最も早い日は、当時ではなく、やはり観測者の井戸に依存して、2週間程度前の12月上旬に起こる。赤道上でも、日出時刻、日没時刻は、日中時刻に合わせて数分間前後する。 これらの効果をプロットしたものはアナレンマと呼ばれる。地軸の傾きのため、日没の際にはいつでもどこでも、春分点と秋分点の間は北西の方角、秋分点と春分点の間は南西の方角になる。分点の日には地球上のどこからでも正確に真西に見える。日出と日没はどちらも太陽の中心ではなく円で計算されるため、昼の長さは 夜の長さよりも若干長くなる。さらに日光は大気差により屈折するため太陽が地平線の下に沈んだ後も見ることができる。また、作詞効果によって地平線に近い太陽はより大きく見える。サンフランシスコの日没後の赤い空日出や日没の空の赤色や大々色の強い色相は空気分子や 大気中の微粒子による日光の散乱が原因である。光の波長よりずっと小さな分子や微粒子による散乱の強さは波長に依存する。紫色や青色のような波長の短い光は黄色や赤色等の波長の長い光に比べて強く散乱され青色の成分が消える。この効果は太陽が高い位置にある時に比べて日光が大気を通過する距離が長くなるため、 日出や日没の際により強く影響する。大気中の微粒子は分子よりも強く散乱するため、日没の色に大きく関係する。強い雨が降った後と、大流圏に微粒子がほとんどない時には、空気分子だけが日光を散乱することになる。通常、朝の空と比べて、夕方の空には微粒子やエアロゾルの量が多いため、日没の色は、 日出の色よりも鮮やかで強い。夜の大気は冷たくて、風が少ないため、大気中のゴミや微粒子は地表に落ちてしまうためである。しかし夜間に火事や噴火、砂塵嵐等が起こった場合には、日出の色は日没の色よりも強くなる。1991年のピナトゥボヤマや1883年のクラカタウの噴火では、世界中で日出の色や日没の色が、 鮮やかになった。日出の直前や日没の直後にグリーンフラッシュという現象が観測される場合もある。火星の日没メディアを再生する日没のタイムラプス、他の惑星上での日没は太陽との距離や大気の蘇生の違いによってかなり異なって見える。火星は地球と比べて太陽までの距離が長いため、太陽は 地球から見た時の3分の2の大きさにしか見えない。また火星の大気には酸素や窒素がなく、強風によって赤いゴミがしばしば大気中に巻き上げられるため、地球と比べると日没はより長くて青い。ある研究によると、黄昏後、日光は2時間も止まっているとされる。ありがとうございます。